こんばんは、仰天ゆりなです。イエーイ。今日寝てしまったから、やばい。絶対寝らんのだけど、今日明日朝早いんだがです。早くはないか、まあ、普通に早いって、普通って感じ。確かにお誕生日仕様になってる。気づかんかった。確かに。確かに。なんかピンクとピンクになっちゃったんだよね。気にしないようにして。ピンク大好きマンみたいな。でももうね、外では本当にピンク着ない。マジで。外着でピンクを着ることはほとんどない。多分ね、もううちの話し会とか握手会とか来てくれてる人はすごい思うんだけど、ピンク本当着なくなったわ。なんか選ばなくなっちゃった。ピンク。こんなピンクはね、こういうね、派手なピンクは本当に着なくなっちゃったな。なんかね、ピンクって言っても、くすんでるピンクとか、なんか大人っぽいピンクとか、ダスティーピンクとか、コーラルピンクとか、そういうのが多くなっちゃって、そう、なんかピンクピンクしいピンクはね、本当に着ない。まあ年齢的にね、ちょっともう着る年じゃないから、なんかそれはそうなんだけど、普通に。そう。けど、そう。なんか本当にね、薄い淡いピンクしか、着ない。モノクロがやっぱ多いかな、最近は。断然に。なんかあんまりこうキャピキャピした、なんかその目立つの嫌なんだよね なんかキャピキャピした色、こうめっちゃ目立つじゃん、こういう色って。なんか嫌なんだよね。あんま着なくなっちゃった。のレッスン着でもモノクロが多い。明日雨だけどさ、めっちゃ気温高いね。明日13度、最低7度だけど雨90%。最悪やん。うわー、最悪やな。前髪一瞬で終わるやつやな、多分。朝はな、9時まで40%。だから今日の夜ぐらいから降って、降るかなぐらいで、朝、ブワーって降り出す。最悪やん。わあ、ちょうど家出る前ぐらいまでが40%やから、これはもう、やばいっすね。帰ってくる時間もしっかり90度、90度。90%、90度って灼熱やんけ。90%ですね。やばいですね。うわー、やばいね。結構ですよ、結構。
昨日の見てくれましたか？ドボンコン配信をねしてたんあったんですけど、何人かねなんかコメントしてくれてる人はね見かけましたけど、明日荷物ですか？多いっちゃ多いかな。悲しい。雨の日はね、なんかね、ちょっとね、大変なんだよね。雨はさ、あれ仕方ないし、逆に降ってもらわんと困るんだけどさ、雨の時のさ、なんて言うんだろうね、その難しいよね、結構ね。どうしてもね、雨ってね、あ、そうだ、今日も TikTok をあげようと思って、そう今日も TikTok をあげようと思ってあげてません、まだ昨日あげましたか、ちゃんと。ぜひ。いやでも最近フォロワーも増えんしね、いいねも増えないから、なんかちょっと、うん、やばい、私のモチベが。お誕生日おめでとうってみんな何人かしてくれてるけど、ありがとう、まだなんだ、あと3日。3日なんすよ、あと3日なんですよ、まだです、ありがとうやけど。そう、ごめんなさいですけどね、ちょっとまだ24です。はい、お誕生日じゃないんで、まだ今日じゃない、今日じゃない、ちょっと今日じゃない。いや、嬉しいんだけど、今日じゃない。3月14日に言ってくれ。ああ、固定文に出ちゃってるのよ。だってそれね、なんで勝手に出るんだろうね。別にうち設定してないんだけど。なんか、あれでしょ？でもなんかどうやってやるのか。ねえ。こんばんはとかにやっとけば変わるんかな、わかんないや、やり方。TikTok やってないんだ。やらないの？やらないのっていうか、観覧用にアカウントとか作ったりしないの？うちなんかもう暇つぶし TikTok なんだけど、マジで。なんか私本当に TikTok とかこう見ながら寝落ちしちゃってたりとかするので、だからいつもマジでおすすめとかに流れてくる
誰かわかんないやつとかにいいね押しちゃってたりとかフォローしちゃってたりとかするのマジで本当に怖いやばいよね。そのさ、でも気づかないのよそれって。そうでさ、不意にさ、みたいな、ん？みたいな、誰？みたいなめっちゃすんの。寝落ちとかこうやって触ってる時に勝手にいいね押しちゃってたりとか、そうめっちゃやってんの。寝落ちとか、 なんか何かしながらの時とかなんかやってる時によくめっちゃやっちゃうのね。それもう本当に気をつけないとと思うけど、もう寝てるしな、寝てる時とか他事やってる時とかマジ意識ないから本当に気をつけないとね、危ない。今日もやっと昨日 TikTok 見て寝落ちしたんですよ。だからさ、朝充電がめちゃくちゃ減っててびっくりした。そしてなおかつ知らない人フォローして、知らない人になんかいいね押してたし、もうやばいでしょ、誰と思った、マジで本当にもう やってんなおよって思ってやばすぎなんか朝さ TikTok つけっぱなしだったからさ、もう発熱しまくってて、でも TikTok つけてないのに朝気づいたら TikTok ついてたりもすんの。多分もう勝手に指が触れてるんだろうね、寝てる時とかに。そうそうなの。なんかさ、寝る時はさ全然違うの見てたりとかしてんのにさ、朝起きたら TikTok 開いてんの、みたいな、いつが開いたんだ自分みたいな。いや本当にやばいよね、本当危ない、気をつけないと。マジやってんなってなるから、こいつってなっちゃうから、別にやってないのに、もうやだ。いやもう可愛いとかじゃないのよ、やばいやばい、シンプルにやばいから。そう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 、売れピーやけどな、そう言ってもらえるのは。でももうシンプルにアベミエって感じ。っていうか、あの早くツイッターじゃなくて X にしないとやばいわ。一回見ずっと青い鳥なんだけど、いつも寝るときにアップデートして寝ようって思うのにさ、いつもいつも忘れてさ。いつもいつもやらない、あのやるの忘れて寝るんだよ、眠すぎて。そう、ねえもう本当にさ、やっちゃってるよね。リブリは私が行きたいけど平日だかな。そうなんだよね。だって TikTok を大文字で書く人初めて見たんだけど流行ってるおすすめに流れてくるような曲を頑張ってやろう、やるつもり。なんかそうおすすめとかね、よく流れてくる流行ってる曲をね、なるだけやればおすすめ出てくるかなみたいな。いや分からんけど、いや分からんけど、うん、TikTok ってちょっとさ、その動画見るとそればっか流れてくるよね。もう AKB って調べてさ、 AKB 見るじゃん。そしたらもうおすすめに AKB ってなっちゃってさ、もう AKB のメンバーとか AKB のやつばっかり出てくるね、ずっと。そう
TikTok ってマジでそのもうすぐじゃない、すぐ切り替えめっちゃ早いよね TikTok のね。すごいね、面白いまあ15分経ったからさ、そうそう終了にするわ。ご飯を今からやるわ。今日マジでさ、すんごいオフか、まあ、すごいよね、メンバーボサボサや、まだもめっちゃオフ感悪くない？すごいすごいボサ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 。今日はうどんとおかずと、うどんは2味作るつもりですね。何円と何円にするか決めてませんけど、開いた瞬間めっちゃオフだなって思ったらってすいませんね、もう毎日やってるとこうもなるんですよ、申し訳ないけど本当に。私でも家は本当にね、ずっとこんな感じの、髪の毛は家では下ろしてないので、休みの日はずっと髪の毛をくくって、前髪もあのこのなんだっけ、羽ピンで留めてみたいなの感じなんですよ。そうだからもう本当そのまんまで来ちゃった。でもこれが一番いいのよ、なんか髪の毛が顔に当たってないのっていいの。なんかね、髪の毛とかが当たってるとばい菌だから、外とか出た時とかね、ニキビできやすいんだって。だから家ではもうオールバックが一番いいらしい。これをなんか高校の時にその美容の人に聞いて、もう家ではもうオールバックだから、メイクもさ、だから家帰ってきたら本当はすぐ落とした方がいいんだってね、ずっとつけてないと。もう家帰るとすぐ落とす方がいいんだって、お肌的には。そう、なんかいいんだって。まあこれもいいっしょ、たまにはね、毎日やってるあれですよ、あれ毎日やってる、あのからこそ見えるみたいな、まあ、どっちがいいかは知らんけどねー。たまーにやってでもいいと思うけどね、かわいいあの感じのあのね何が言いたいんやんかーって話じゃないけど、たまのたまこさんでね。まあそんな感じで、おでこ狭いから、これでも広がったわ、おでここれでも広なったから、いい感じに広くなったな。昔もっと狭かった、昔これぐらいしかでこなかったんですけど、顔の面積増えました、これぐらいに。これぐらいに増えちゃった。ねえ。今じゃ冷えピタもきっと腫れるんじゃないかな。冷えピタ腫んないから分かんないけど。冷えピタ嫌いだから。そう。ハゲたってストレートに言えばそんなんじゃない。まあちょうどいいデコの広さになったってことでラッキーってことかな。まあそんな感じで、よーし、ランキング読んじゃいます。よーし、でもこうやると本当に顔がアンパンマンみたいアンパンマン。
そうだ、なんか TikTok で流行ってる曲あったら教えてください。これとかおすすめですよみたいなのあったら教えて。よろしく。参考にするわ。それで何かやと思った、ランキング読もうと思ったんだ。13位チガンさん、12位マーニャンさん、11位ナッティさん、10位ニューネームさん、9位シンドさん、8位ザック1973さん、7位マサトさん、6位リッチーさん、5位ピアノマンさん、4位飛びすぎのみすぎさん、3位カズさん、2位ヤングさん、そして今日の第1位は原太郎さんです。ありがとうございます。あとね、なんか、あと DVD ね、皆さんぜひオンラインのやつ、オンラインサイン会みたいなやつ回ったりとかするので、ぜひよかったらゲットしてください。こう書くやつあるのよ。あとはね、あと握手会とオンラインお話し会の受付の再販の受付もね、ぜひもう気になってる方はもうぜひ来た方がいいと思う、マジ。あとハルコンもね、ゆきんさんのやつはそれだったんだけど、その次の日のハルコンもお席が余裕がちょっとまだありますので、毎日ね、みんな結構ハードスケジュール倒れてた、結構メンバー多かったけど頑張ってなってるので、ぜひよかったら本当に遊びに来てください。本当に絶対来た方がいいと思う。てか私のパフォーマンスをぜひ見に来てください。 お待ちしております。あとは13日も、あさってかは錦糸町で私渡し会みたいなやつありますね。そうです、それがあるんです。あと何？なんかいっぱいあるんだけど、ちょっともう忘れたわ。なんか言ってる？え？言った。なんか他にもなんかあったような気がするんだけど、あ、言わなきゃと思っているうちにいろいろ忘れたわ。なんかあるかな？なんかあったかな、自分。忘れましたね。ちょっと忘れちゃった。あ、もうないか。言ったかな、全部。言ったような、言ってないような。あ、そうだそうだ、思い出した。ファンの皆さんの、よく他のメンバーとかも、ファンの方がやってくださってるやつ、私もね、やってくださってるんですよ。香川県の観音寺の駅と、あと、秋葉の駅のところに私の誕生日のポスターが11日から17かなまでで、16、17はもうコンサートだから無理なんだけど、の前の日とかまで、みんな多分ぜひよかったら、もし通りかかる時があったら見に行ってください。私もどっかのタイミングで見に行けたらなと思って、ちょっと行こうと思ってるんですけど、探ります。 ぜひぜひ。ってな感じで、こんなもんかな、告知は。はい、じゃあそんなわけで、見てくださって本当にありがとうございました。また明日の配信で、明日はね、夜やります。これぐらいの時間にはできるんじゃないかなと思ってる。さすがに帰ってきてるっしょ、多分仕事からって思ってるんですけど、わかんない。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日ね。バイバーイ。